おはようございます。釣り子 TV です。これ、今年のね、一軍ボックス。これからのシーズンに活躍する大きめのルアーをね、ちょっといろいろ選んで、詰め込んでみたんですけども、まあちなみにね、このね、ドカッと、キャスティングのオープニングセールでですね、3240円のところ1990円ということで、非常に、安く、ラッキーって感じで買えたんですけども、この箱がね、なんかね、ちょうどいいんですよね。大きめのルアー入れるのにね、ガチャガチャガチャって入れられて、まあ早速、どんな感じか見ていきたいと思いますけど、中はこんな感じ。ね。まあいろいろ入っておりますが、ちょっとね、じゃあ小さめのところから見ていきたいと思いますが、まずね、ここの、なんだろう、中は、のところにね、こういう小分けできるようなミニケースがついていて、これがね、こんな感じで入れられるんですけど、ここにまあちょっと比較的よく使うですね、やつを詰め込んでみました。まあダヴィンチであるとか、あとはね、これ、なんだっけな、サイレントブラスター。まあここら辺ちょっとガチョンガチョン大きな音出したい時に使いたいのと、あとね、これね、深ベイト、まあ、これでシーバス釣れるシーン見たいなんてね、ライブ配信の時にコメントいただいたので、チャンスがあったら投げてみようと思って、こんなところも入れております。でね、あとね、サイレントブラスターが、テールのね形状違いでもう一個入れていたりして、あとね、これが最近ね、夜はね、大活躍してくれてましたけども、まあ、息のここら辺出しちゃいますけども、はい。ダヴィンチね、このね、SSP カラーがまあ、よくキラキラして釣れるってことで入れているのと、あとはね、長いラパラ。ね、これめっちゃ長いダヴィンチぐらいありますけども、このね、ラパラなかなかねかっこいいなということで入っているのと、あとねビッグスプーンとか効きそうっていう時よりね、一応グルカナイフの、これは小さい方ですね、グルカナイフ入れているのと、メガバスのカナタかな、これもね飛距離がすごい出るのでお気に入りで使っております。ということで結構上のちょっとした段だけでね、こんな感じで入っております。結構ね大容量で入るでしょ。はい。で、こちら、ちょっとね、大きめのルアーがいっぱい入ってるんですけども、ちょっと何を仕込んでいるか。まずね、一番上にいましたけども、デプスのコードネームバスと、これは、バラムの245かな？そうですね、バラムの245。あ、ここら辺と、はい。あとね、ダウズスイマーね。まあ、ここら辺のサイズ感がよく反応がいいんじゃないかなということで、まあ、240ちょい超えサイズと、あとは何かあった時用に、ね、すごい魚が大きい餌を追ってる時用にコードネームバスも入れてみております。ここら辺は、トップウォーターですね。サミーの198と、コノハかな230。まあ、大きめのビターン、ビターンという動きに反応がいいと思います。ここら辺も、ちょっと大きめのが多いですね。ジョインテッドクローの尺腕ね。ここら辺はまあ、コードネームバスとかが効くようなタイミングで、ここら辺の30センチぐらいのやつね。投げたいなって時用に準備しているのと、あとはここら辺が、ちょっと小さいのを走ってもらって、ここら辺、まあ、マグナムクラスですかね。240台のやつに、まあ、ダヴィンチの今年はね、240が入ってくるんで、ここら辺ですね。はい。メガドックはね、ちょっとお気に入りのカラーいくつか。この色とか、あとは、テンガですよね。まあ、ここら辺はなんかお気に入りのトップウォーターらしい色を、準備しているのと、あと、
ジョイクロはね、ハマるときね、よくね、投げるんで、一応マグナムを、まずこれで2つスタンバイしていて、これはね、今勝のレプリケーターシェンロンってやつね。これはね、ダウススイマーが効くようなとき、さらにちょっとサイズ感をアップしたいな、なんていうときに、一応スタンバイしております。あとね、まあこれこの白カラーなんで、ブルーシューターね。これも、まあちょっと大きめルアー。まあでもこっちかな。まあこういうサイズ感が効くときに平たいボディが有効な時を握っております。そして、もう一本マグナム出てきましたね。この白カラー。ね、こんな感じのがいて、はい、だいぶ底が見えてきました。長ペンシル、長ペンシルはこういう感じで結構いくつも用意していて、で、あとね、ビッグバンデットなんかもね、一応、スタンバイしておりますが、ね。はい。いよいよ終わりが見えてきましたが、あとね、サイレントキラーの250ですね。ここら辺もこの、ここら辺のサイズ感になるのかな。はい。あと、まあ、出てあんまり投げてはいないんですけど、この白パターンと効かないかなということで、メガバスのこの白っぽい手のひらぐらいあるやつね。これとか、はい。バラもね、300のこの白カラーもね、一応入れております。まあ、この白パターン中だけあってね。で、まあ、グルカナイフも大きい方、小さい方と1本ずつ準備していて、あとね、お守り的に去年一番追いが良かったね、ダウズスイマーも、スタンバイはしております。だからここら辺かな。はい、というわけで出揃いました。こんな感じね、今年のちょっとバカでかい軍団ね、ここら辺の今年はどれが効くかなと、釣れたことがないやつどれが釣れるかななんていうのは非常に楽しみなんですけども、期待しているところだと、まあメガドッグもね、いろんな限定食とか出てきたんで釣ったことないかなで引き続き釣りたいのと、あとはこれ、ね、あれ今勝のレプリケーターの大きいやつ、ここら辺もね、なんかね、うまいことね、活躍してくれないかなっていうことで、期待しております。ただね、どうしても釣れない時用に往年の、まあ、ここら辺のねダウズスイマーであるとか、ジョインテッドクローマグナムね、ここら辺スタンバイしていて、まあ、これもまだ釣ったことないからね、あのダヴィンチの大きいやつ、あとはまあ厳しめの時に、ちょっとね小さめ、ビッグベイト軍団ね、20センチアンダーぐらいのも、しっかりとスタンバイしていて、はい、出揃いました。というわけでね、ここら辺をつめつめして、秋のですね、この白パターンね楽しんでいこうと思いますけども、皆様は今年どんな感じの、装備で準備を進められてるでしょうか。こんなやつも釣れそうでとか、こんなルアーあるよなんていうのがありましたら、ぜひですね、コメント欄で、いただければなと思いますが、ここら辺をこのドカッとにね、詰め込んで、釣りの方頑張っていきたいなと思います。というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、今年のビッグベイト、ジャイアントベイト、一軍タックルボックスを作ったよ、詰め込んだよっていう、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。